皆さんこんばんは、<laughs> ナオピンでございます夕方6時になりましたね始まりましたよ、はい、ナオピンのピンポンパン劇場今日は1月29日金曜日ねとなっておりますけども今日は暖かかったですね24度ですね今の温度がまあ、室内の温度かもしれないけども外は27度ぐらいあの差してたけど 結構あったかいなと思いましたけどもね。でしかしさ、先週の、先週土曜日、日曜日だったよね。寒かったですね、本当にね。いろんなものがなんか、なちっちゃくなるよね。<laughs> あ、ごめんごめん。 行っていいですか、ないでしょ、つついてないでしょ、すみません、皆さん、こんばんは、だから今日はねはね、早見がよ、今日はよ、ずる休み、うそそう、ちょっとね、予定があるの、デートかねかな、年頃ですからね、しょうがないです、なので、今日は山内さんが、そうです、みません、おっさんで、もうね、紹介される前に、もう、突っ込もうと思って。 でしょやっぱり寒かったとき寒いときは縮こまりますけどつ <laughs> いてないのなんで知ってるわっていう話ですよ。いやいやいやなんかそんな感じだろうなと思って <laughs> いや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 ,いやなんかなるんじゃない女子もならないかならないない女子はなるところないですよね <laughs> おっぱいちっちゃくなります寒いとならないねならないねでしょ立つ <laughs> <laughs> 逆にね。どうしたんだ、今日、ナオピン。逆に。なんか、ま、お酒も入ってないのに。<laughs> まあ、いつものナオピンだけど。そうですよ。うん、いつもはね、抑えてんのよ。やっぱり放送とか公共の場ではね。あ、だけそうなんですかもちろんですよ。そりゃ。でも意外と、この、 なんだっけパンツの話とか、ブラジャーの話か。ああ、父バンドね。生き生きとしてやってましたよね。<laughs> うん。結構ね、そういう話は別に大丈夫なんだけど、はい。玉、ね、の話とかあんまりやらないから。<laughs> <laughs> まあ普通はね、あんまやらないですよね。そう、やらないですからね。いや,いや今日は山内さんとね、はい。はい、また賑やかにお届けしていきたいと思いますけども。はい、ぜ,ひぜひ。ぜひ、はい。皆さん、メールも送ってください。今日ね、あの、 テーマがだや、えー、カラオケでのエピソードということで私ねストレスがたまると、はい、まあストレス発散にカラオケとか、うん、あとは,だだだだあとはまあショッピングなんかもあるんですけどもね、まあ、あとスポーツとかもあるんだけどカラオケは結構最近行けてないかなそうなのよ結構カラオケ好きなんだけどもね なので今日は皆さんからのカラオケでのなんかエピソードいろいろあるんじゃないのやっぱりカラオケって言ったら最近はもう密室でしょ昔はオープンのステージとかで歌ってたのよー、ね、バーとかで僕も覚覚えてる覚えててるます、ね、講座とかにもよくあったけどありました、お客さんの前で歌う歌い方とかそうそうそうそれで自分の番組来たら、うん、行ったりとかするんだけどたまたまね俺 なんか俺もなんかあやったかなとかってなんかバーって一緒に勝っちゃったりとかなかった？<laughs> 俺もやってるかな。<laughs> うんなんか隣の <laughs> ほら例えば、はいえー、私が。うん えー、何,を歌う何を歌おうかな「はいえー、何を歌う、えー、松田聖子ちゃんのじゃこの曲」って「赤いスイートクリタイマって言ったら酔っ払った隣の,あの席の人も、うん、なんか自分が出した気分になってはい、はい、もしかしたらリクエストしたのかなって,って出てきたりとか自分が好きな曲だったら出てきたりとかしなかったしてないか。 あ、でも酔っ払った人がでしょ酔っ払った人がうんうんありましたよね一緒にもう誰か知らないけど肩組んで歌ったりとかさそう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 あれもまあ楽しかったけどもあれ楽しかったですよね楽しかった僕がよく言ってたのが観光客も来てて割と仲良くなりましたお姉さんとかいやいやいやあのうちの友達がモテモテ君がいてそいつでこう 釣れるみたい。ああ、でも餌にしてね。餌にして。うん、彼を前に持ってって、で、みんながいい男だねって言って寄ってくる。そんな感じです。もうなんか見えてくるわ。本当。何を言ってんですか。なるほどね。そんなことしてたんだね。いや、でもね、ほら、最近はもう、そういうカラオケも、あの。個室とか密室の中で。やるでしょ。はい。ね。そこで、いろんなことが起こるでしょ あんんななこここととや楽しく盛り上がることもあるだろうしまた酔っ払った勢いでね踊ってテーブル壊したとかさあるかもしれないしそっち系もあるかもしれないしもしくはね発射っ火をあんたどこと間違えてるねこっちから受けるむよっていうのもあったりするでしょありますね山さんね。 記憶をただろう。そうですね。ナオピエさんはどこまでのスタンスでいつも喋ってるんですか？割とエッチあのギリギリはオッいつもギリギリ。<laughs> エッチな話オッケー。オッケーです。全然オッケーですよ。オッケーだけどだからいいのか、まあ FM 芸能はいいのか？FM 芸能は大丈夫なんですよ。だよね。だってひどい人たちいますよ。<laughs> あれた<達>ちだな <laughs>。<laughs> 知ってるあれたちですから。いいといいんですよ、下ネタしか言わないから。下ネタしか言わないって、もう最初から言ってたもんね、オープンパーティーの時に。そうなんだ。そう、言ってましたからね。大丈夫って言って、もう本当リスナーのための番組ですからみたいなことを言ってただから、クレームが来るまでは、皆さんのスタンスでやってもらおうかなと思って。いやいや、私はもう、ぎりぎり、寸止めな感じで、私生活も。 やりますか。あの、はい、テクニシャンですね。そうそうそう。まあね表現的ないねテクニシャン。そうです。もう寸止めできるっていうのはもテクニシャン以外ないです,か、ねですね。テクニシャンと呼んでくれ。はい。ということで今日はカラオケでのエピソードねいろんな、はい、あの話があると思いますけれども、うん、また皆さんのこの18番。 お箱とかさ、あとはなんか思い出のある曲とかさ、昔付き合ってた彼がこういう歌を歌ってたとか、彼女が歌っていたとか、それが今でも忘れられませんとかさ、あるじゃないですか。そういう曲も合わせてね、送っていただけたらいいなと思います。よろしくお願いいたします。メールアドレスは数字の7 9 7 f m g コ i n o 1 c o m 797-fmguino1.com でございます。 今ラジオを聞いてるっていう方もねちょっと移動したらラジオ聞聴けなくなるいって思うかもしれないけどスマホとかでも聴けるんだよね、パソコンとかでね、あの h o n e のホームページからもう聴けますしただ、ちょっと操作するのは運転しながらだと危険ですからすね。一旦止めてやることをやってまた発信してください。 や、今日もまた懲りずにコーナーもやります。やりますよコーーナリストだというコーナーでピース又吉さんのね直木賞、何取ったんだっけ芥川賞賞取ったじゃないで、分ぶ私もなれるかもしれない山内さんもなれるかもしれない、サッカーに。ただちょっと変えてみようよ、超短編でいいので。 ね、なるほどその物語的な感じ、なるほど。作ってもいい。今日あったことをちょっと小説風に書いてもいいし、はいはいはい、うん。それをですね、あの送っていただきたいなと思いますけども、もう小説ですよね。まあ、そうです。うん、一応小説です。はい、ただあの先週ですね、あの。<laughs> マシャがよ送ってくれたんだけど選手時間がなくてあらすじ言って主人公とかそういう出てくる人たちを紹介したら終わってしまったというそうなの選手でやっててほしかったですね本当ねそうだよね今日はもうあれだよ山田さんにも協力してもらってありますので一応物語から行こうと思っておりますのでマシャさんもねマシャさんしっかり聞いておいてくださいあのご自身で書いた 物語をね、はい、はい、お願いしますそして、えー、この店あの店店店コーナーもあります <laughs> もうちょっとパクってるのがちょっと怖くてそうですかただあのネーミングとか、うん、このあれが僕はすごいセンスいいなと思った本当はいすごい僕がないなんていうのでもいい面白いんですよパクリでしょこれピンポンパン元気上ってンン思って <laughs> これは結構降りてきたこれは降りてきたのよ。もう本当どうしようって悩んでたんだけどだから1周目番組始まってもまだタイトル決まってなかったからでしたよね仮みたいな感じで「自のんとか」みたいな感じでやってたと思うんだけど素晴らしい。 いいでしょタイトルとコーナー名ででしょうまた曲もいいでしょ、うん、曲もいいね、はい。大好きなのよドリフターズそうそうそう本当にね曲もいい <laughs> このねマッチしてる全部が <laughs> 直ーさんと <laughs> <laughs> なんだよなんだよ褒められてるのかバカにしてるのかいやいや褒めてますよこんな <laughs> ないでしょ よかったね <laughs>、はい、皆さん是非参加してくださいお願いします,いしますということでなおぴもも日ねあのよくあのカラオケ行くと歌うという曲をまず1曲、うんはい、1> <laughs> お届けしたいと思いますけどもこれ踊りながら歌う踊りながら歌いますよもちろんね,ねお酒が入ったらね、うん、うんミニスカートに着替えたいぐらいになるね <laughs> 大丈夫ですか大丈夫です。<laughs> はい。お届けしましょう。<laughs> 山本リンダで狙い撃ち マイクあげときます、うん、この一瞬一瞬の顔がデージ受けるんだけど誰の <laughs> あ,あ、ごめんなさい。入ってます。はい、ナオピーのピンポンパン劇場、今日も生放送でお届けしております。すみません。はい、生でございますよ。そうです。<laughs> で、今日は山内さんとね、一緒に、はい、お届けするということになっておりますけども、はい。ぜひ皆さんあのツイキャスでもコメントね、うん、結構来てますけども、はい、ぜひ参加してくださいよ。はい、ぜひぜひで。メッセージも届いてますね。はい。あの AKB ファンさんから来てます。<お>えー、こんばんナオピーえ。 ハイム帰ったのか <laughs> ごめんな。<laughs> デートらしいよ。売り際、レジになってる。<laughs> 恋の俳句編、来てるね。はい。あ、これは恋の俳句編か。オッケー、うん、じゃあ、後でかなあ、そうですね。そうだね。はい。後で紹介します。マカ条件。はい。はい。そして、こっちは、あ、 えっとだえこれ AKB ファンさんからかまたですねはいそうですねえっとなおぴんうわーゲゲ山内さんかよ <laughs> <laughs> FM「FM m な縄を聴きのリスナーの皆さんこんばんはやみ <laughs> 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 出た山内さんとなおぴんのコンビはまたエロネタになりそうやなかっこ笑い<笑>

ああ替え歌して、聞かせてましたわ。以上です。スケベや。またこれもスケベやさ、本当に。やめてちょうだい。そうなんですよね。ああ長光よしのトンボもいいね。リクエストきてます。リクエストかけてます。うん、もしあれだったら。あじゃあ、かけれるようにしておきますね。後でじゃあかけましょうね。そうなのよ。で、エイケファンさんも、多分このカラオケとかね、よく行かれるならば。なんかいろいろあったんじゃないの。 おはこだけじゃちょっとねそうよインパクトがねやっぱ密室の中あるでしょ <laughs> あるでしょだってナオピンは見たっていう感じでさもうほんと私と、うん、えっと女友達と男友達と3人出た時に私がトイレ行ってる間、うん、アギジャビをこの2人 2> <laughs> 本当に「n ーナと t が」っていうぐらいどこまでやっていたんですか いや抜いてはいなかったけど <laughs> <laughs> キスまでやってたやってたねあじゃあ一応澤山もしてたんだねああしてたかもしれないねでもやっぱりほらトイレ行っての時間っていうのがだいたいわかるさはいはいはいねそうですねだから、うん、その頃にはなんかちょっと、うん、あのちょっと ちょなんていうのライトの感じになってたけど <laughs> いやちょっと前までいや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 ,や,やっていかもう本当にあれカメラついてるからねあそうなんですかついてるところもあるでしょ本当にあないかなわからないけど、まあね、ついてるところもあると思います、うん、あるでしょうねだって、うん、変なことやってたらダメらしいじゃないですかうんそうそうそう捕 <laughs>、ね、まるよ <laughs> いやこれがまたねあのほら、学生とかってなったらね、そうですよね、大変ですよ、だめよ,よ、本当に、はい。僕もですね、うん、この、<laughs> 何で、<laughs> クアイ,イク山内さんの話から教えて。いやあの、友達と二人で暇してて。うん そしたら、男友達と男友達とです。で、ベンチに座ってる女の人がいまして。何年前待って、何年前の話もう20年ぐらい前です。まだ二十歳とか、そこそこ。えうん。で、このベンチに座ってる人、ずっと本読んでるんですよ。うんうん。1時間ぐらいずっと本で読んでるから、あ、もう暇なんだろうと。ちょっと声かけてみようか、つって。で、声かけて、カラオケ行ったんですよ。うん。あ、この彼女はついてきたんだ。ついてきて。 <え>でもこのカラオケに向かいながらのこの話ももうこの人ちょっと大丈夫かなっていう感じだったんですよ。背が低いのにモデルだっつったり、この女の子がそう。<ー>どうどう見てもなんていうんですかね、その十代だって言い放ってみたり、うん、あのでももう全然そんな感じじゃないんですよ。もう五十代ぐらい。いやそこまでいかないけど。<laughs> そこまではやっぱりでも30代ではあったと思いますへえそうなんだそうでカラオケ行って飲んでそしたら友達がうちの友達がトイレ行ってる間にこう何ていうんですかねモーションかけてきたモーションかけてきて山内一郎に山内一郎に珍しいマイクで俺のあれをすりすりしてくれるんですよあれをあれをええもうドン引きですよ 待て待てこれやった覚えがあるなちょっと待ってピオ <laughs> <laughs> やったこれでもナオピーさんやったことある俺にじゃ誰かにいやいやあのあれでしょだから冗談とかじゃなくて本気でじゃじゃこれは本気でエロっぽくエロっぽく,っぽくあ,あそれはないなもうやろうよ的なあれなんですよねえー それはないなで俺の手持って自分のおっぱい触らせたり、うん、こう下からですよえーうん、こうなってこうなって <laughs> <laughs> ねえツイキャスに見せたいけど <laughs> どうなってどうなってだナーピンが再現したいけどねえもうびっくりしましたそうなんだ、うん、でそのまた友達が帰ってきてそこセーフになったのもうちょっと離れてまたもえー、うんもうなんて言うんですかね もう中まではや,られやったっていうかなんていうんですか、ね、<laughs> 同意のもとだろ <laughs> 顔つかまれて俺のええー、<で>そうなんだ俺女の子みたいだなと思って女の子ってこんな気持ちなんだなと思いながらへえ<ー>、うん、やっぱ年上だったのかなそうそう年上だと思いますよ、ね、かなりこうムラムラが溜まってたんじゃないかなと <laughs> そうなんだ、うん、やろうパーでい <laughs> ですかでもちょっと待ってくださいね、うん ナーピンさんは遊びではあると遊びって言うけどだ冗談でよみんなの前でよだから「イェイ」とかあの別にマイク使わなくても <laughs> 素手で <laughs> ペロンとペロンと <laughs> あたりするよあたりしたよ <laughs>、うん、今はないよは、うん、今はもう手が上がらなくなってる。<laughs> だよね。本当にもう <laughs> 遊びでもでもちょっと問題ですそう問題よね <laughs> いや私は本当先輩とアニメやったからそういうことあのバンドしてる時とかフランテ,フランテ <laughs> <laughs> 本当に小座の先輩たちもう本当よくやったなと思うよ今考えて怖いね怖いよ酔っ払ってくるですよねいや酔っ払ってない違うね違うです <laughs> 本当に、このピンピンシスターズ、私たちピンピンシスターズだったの <laughs> あの、フーピンっていうバンドの中での,あのピンピンシスターズ。ピンシスターズ。名前からしてやばいでしょっていう感じだったけどね。す,ねすごいですね。そう。このピンピンシスターズという、何、恥だように <laughs> 触ってたんだ。うん。行こうぜって。ピンピン <laughs> やってたのに、ちょっと結構頑張りがひどかったね。あ、頑張らですかそうそう、頑張りよ、頑張り。

で盛り上がったりはしたことはないんですか、うん、そこないよないよ最後までじゃなくてもなんてうの、うん、盛り上がったりしてというのはないんですかイチャイチャしたりうんあったかなブログに書いてあったかなて<笑><笑><何で> <laughs> 全部オープン <laughs> すごい、ね、<laughs> 怖いね怖い怖いいやないと思うけどねそうなんだん意外とやっぱみんなないんですかね僕も全然そういう経験がないんですようん,うんね<ー>うん タイミングがね。タイミングがね、本当ね、あ、<laughs> いやな、もなんか、こんな使い方してもらったら困るよな。困りますよ。<laughs> 本当、カラオケは神聖な場所だから。神聖な場所。あ<当>、はい、そうですね。うん、そうですよ。はい、頼みますよ。頼みます。うん。うん、<laughs> えー、だ、マーシャさんも起きてるね。<laughs> はい、あの、はい。山内さん、こんばん、わ、まあって来てるね。<laughs> そうですね。 うん、ちょっとさ私まだまだ使いこなしきれてなくてさ申し訳ないけどあじゃあ僕が読みますかマシャさんのやつ、うんえー「女が好きなんですが男たちに親近感が湧く DJ マシャです」うん、ということですねあ<は>今日は俺の小説し、えー、来週に回してもいいから今の話はもっと深く話してほしい <laughs> ほらなおぴんさんの武勇伝みんな聞きたがってるんですよいや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 もうほんとあ <laughs> やば記しょ記憶が蘇ってきたらなんかやばいよこれ鮮明になってきましたやばいですねでもさでも山さんあんまりカラオケねしないって聞いたんだけどそう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 ねやっぱ一ことは行く一応ノリでみんな居酒屋の後二次会とかでカラオケ行きましょうって好きではあるんですよ歌うのもカラオケ行くのも好きなんですけどなんか自分からバンって感じでいうん この曲ほらラジオやってるからこの曲歌いたいって思っててもたい酔っ払っていくと歌いたい曲がもう覚えてないんですよだからいつも同じ年だねもう年だしいつも同じなんですよだからあの時代の曲でしょそう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 90年代かまあ私たちは80年代を歌ったりするんだけどんか新しい曲とか歌います ないよ AKB とかそれ AKB は入れても若い子に踊ったりとかで見よう見ままで踊ったりとかそうそうそういかにも若いことをアピールする45歳かわいそうノリでじゃああれするノリで行きたい感じだから本当にさあの こう盛り上げて歌いたいなって思った曲はさっきの山本りんの狙い撃ちとかあと本田美奈子さんの1986年の「マリリンとかはいはい、はい、ちょっと HK ねそうそうそう、うん、あとは「ラブ・イズ・オーバー」だったりとか「<お> <laughs> <laughs> フィーフィー」よ「フィーフィー」や「フィーフィー」っていう名前がいいでしょ「ラブ・イズ・オーバー」歌ったりするんだけ、ね、はま、はい、あとはアニメとかも一応 歌ったよなるほどアニメも歌うんですか歌いますようんかそんなイメージないですよねラムちゃんの歌とかあラムちゃんいいですよねそうそうそうラムちゃんは似合うなみんなうえっって言ってるけどラムちゃんを歌おうとしたらそうさせたいんでしょそうそうあとんだったほらあの「ホニャ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 」「ハニャ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 」「ああキューティーハニー」 っったからやぱりそれは一応曲もね分かるから歌詞見たらなんとなく歌えるかなぐらいでノリで歌ったりとかもしますけどね。なるほどシャさんからコメント来てますね前回で「ゴールデンボンバーのめめしくて歌うから一緒にカラオケ行きましょう」かなって思ったけど考えておくなんでよ。自分で誘っってからねねいすということで曲1曲。 ちょっとアニメ、私が必ず歌うアニメの曲。はいはい。ま必ずっていうか、大体9割近く歌ってるな。<laughs> <laughs> <laughs> はい、この曲です。はい、岩崎よしみでタッチ はい、えぇ、ー、アイオン中のコーナー違うよ。えぇ、ー、チミもノベルストのコーナーでございます。いへいへいはいええー、しぶとくやりますよ、このコーナーも。はい。えー、このコーナーはですね、ピース又吉直樹先生がね、うん、えぇ、ー、芥川賞を取ったということで、うん、えぇ、ー、皆さんもぜひ、直樹先生のように。<laughs> <laughs> 小説家を目指してみませんかというコーナーでございますよ。はい、なので、まあ、うん、ちょっと1時間という番組だから、もう超短編でやってほしいのね。<laughs> 超短編でお願いしたいの。<laughs> はいはい。これ、続きを送ってきたらどうするんですかつえ続きものは続きで一応やりますけども、うん、あの、マシャが先週送ってくれたのは、本当、いろいろとね、たっぷりあって、<laughs> 先週は、 物語にも行けなかったっていう話なんですけども、はい、今日はもう物語,りかり物語から行こうと思いますけどもね、うん、はいはい、はい、あのー、あらすじだけちょっと紹介しましょうね、はい、あの主人公の涼介率いるバンドはプロとして活躍していたんですよ、はいはい、しかし人気の低迷で解散に追い込まれる,なるほどメンバーはそれぞれ島に戻りそれぞれの人生を歩むことになって、うん、<laughs> 主人公涼介の自分との葛藤人の 希望恋愛あり涙ありの感動の物語ということですなるほどさあ、面白そうですね<日> <laughs> 期待しようね <laughs> さあ、それでは参りましょう、はい、物語はここから始まったここは東京コンクリートジャングルとも言われる街そしてこの夜とある、えー、ライブハウスで人気バンドだった凌介を リーダーとする沖縄でのメンバーで結成したバンドであったがこの夜解散を迎えるライブを行っている最中だった演奏ししててていいるる風景を想像してください <laughs> 書かれてるわけよそして最後の曲が終わったリーダーの凌介から一言ファンのお客様へメッセージが放たれた。 今まで俺たちを応援してくれた皆さん、ありがとうちょっと人気が落ちちゃって、このままプロとしてライブを続けていくことはもう難しくなり、俺たちは解散して、それぞれの道を歩こうと決意した。でもさ、俺たちはみんなバラバラになっちまうが、みんなの心の中でずっと生き続けているから、寂しく、 思わないでくれよ。だから俺は、俺たちは、さよならは言わない。ずっと心の中で生き続けているからよ。じゃあまただおいそう言い残して、彼らは最後のステージから消えていった。<laughs> 次の日の朝、り介たちバンドメンバー一行は、 マネージャーとともに羽田空港へ来ていた。り介うすけ、あつし、ゆう、俺はお前たちと一緒に仕事ができてよかった。俺は今でも思う。お前たちは日本一、いや、世界一のバンドだ。ただ、時代が変わっただけで、受け入れられなくなるなんてな、寂しいものだよ。俺は、どうにかお前たちを認めてもらおうと思ったが、 どうもうまくいかなかった。本当にごめんな。中島さん、そんなことないっすよ。中島さんは精一杯やってくれた。俺たちの実力不足なのかな。でも、今まで応援してくれたファンのみんなのことを考えたら、解散はしたくなかったけど、続けていくには苦しい状況になっちまったからな。また島に戻って俺は、 分かった他のみんなも新しい人生楽しんでいこうぜ中島さん俺さ島に戻っても歌い続けますよ,<誰>よ <laughs> また沖縄戻ってはい上がってみせますよそうか分かったそれでこそ淳だその域で頑張れ中島さん <laughs> 僕は特に何も決まってないですよ。とりあえず、友達のつてで、そこを手伝うとう感じですけど、また新たな目標を見つかるといいな。優は特にまだ夢とか見つかってないからな。えー、静かな、ごめんなさい。静かな性格だけど、中身はこのバンドに全勢力を注いでいたから、解散ってなってもなかなか現実は受け入れがたいか。 まあ仕事しながらゆっくり自分を見つけていこうぜ。はい。わかりました。よし。最後に刑事。お前はどうだお、俺は、島に戻って、ドラムスクールでもやりながら、ポールしてやり続けますよ。掛け持ち、あ <laughs> なんて書いたのこれ？して。 掛け持ち、あふり、感じてく、かけ持ちしてでも、俺はドラムをやめない。いつかまたみんなで音楽やりたいですよ。そうか、わかった。その気持ちがあれば、どうにでもなりそうだな。よし、みんな、バンドとしてはバラバラになってしまうが、俺たちはいつまでも一つだ。今までの経験化して、みんな、力強く生きていくんだぞ。はぁ、うい、うい みんなの力強い声は、東京の澄み切った寒空に響き渡った。来週に続く。<laughs> はあ、なんか暑いんだけど、マシャ。えー、なおぴん痩せてないか。<laughs> あー、もう、大変。はあ、しゃいよ。あー、面白いですね。でもね。なんかいつの間にか更新もされたみたいです。すみませんね。ねありがとうございます。もうや、これ喋るのに必死になってたからさ。 誰が台本遅れてって言ったか、<laughs> マーシャこれ、小説で <laughs> びっくりするよ、しかも、何にもやらないといけないっていう、<laughs> きょ今,今日マネージャー役がね、<ー>山内さんがいてくれたからよかったそうですね、僕、あれですね、突っ込みたいですね、逆に<笑>あの、笑いどころで、笑いどころって言ったおかしいね。本当にあの <laughs> 最初のこのライブの時に自分で人気が落ちちゃってとか言ってるじゃないですか。そんなん言わないでしょうとか。<laughs> だからねこの文章に突っ込みたくなる。いやいや。誰よとか。マシャマシャありがとう本当でも。でも面白いです。面白かったですよ。いいですねこれね。マーシャが俺がコイン投げたって。<laughs> ありがとう。<laughs> 延長してくれたみたいです。ねありがとうございます。ジャイアントバカさんから、脇、脇汁じゅくじゅくしていませんかって来てます。あ、じゃがじゃがしてますよ。じゃがじゃがもう本当に。もう。滝状態ですよ。新しいチャレンジ。やばいです。山内さん最高ですね。受けるって。いやいやいや、現行の。現行の問題だと思います。文章の。はい。最高。面白かった。本当に。はい、ありがとうございました。マ麻ャさん。 まだ待ってますからね、続き、はい、大丈夫来週、うんあの。あれだよ <laughs> できるだけあのなんていうの会話 <laughs> あのな,なんて言ったらいいのかな、例えば、涼、はい、<laughs> 介はうつむいてこう言ったとか、そうそうそう、誰が喋ったか分からなくなるじゃん。<laughs> たまたまマネージャーがそれでこそ淳だって言ったけど、淳の声も忘れたし、<laughs> ユウの声、どのユウは最後のあれだよね。はい、僕かりました。<laughs> もう、淳が、淳でしたっけ、女みたいだったの。<laughs> <laughs> 子供の子供急に子供が来たなと思って大変だよ本当本当に面白いわありがとうございますでもささこれいいかも本当に超面白い面白かったですねナオフィンさんはやってくれるから素晴らしいですねいやいや面白い短くすればいいんだろういや今日今日のようにやる気満々面白いからっていいですよ送ってください面白い本当に面白いもうね笑ったわちょっと ということではいええ中央のべリストのコーナーでございました。皆さんも負けずに送ってみてください。あの俳句でも OK なんですよ。まあちょっとこの連載ものが続きそうなので、あの貯めておきます。どうします。俳句のメール来てますけど。ああ、そうか、そうか。はい、俳句のメール来てましたね。えっと、イケビさんから。イケビさんですね。呼んで。伺いましょうね。恋の俳句編。 今日は早見いないけど、早見編いきますよ。好きだけど、友達だから言わないよ。早見編。じゃあ、ナオピー編も来てますんで。えそうなのはい。はいはい一1分間、私の好きが叶ったら。以上。どういうことだろう、これ。あっ、ナオピーのね、ナオピーの好きがっていうことうん。どういうこと ナンピンさん今片思いしてるんですかわ、うん、からんわ <laughs> <laughs> からんだったかな <laughs> <laughs> これ片思いの<れ> <laughs> すごいね脳みそ使うねハサビよこれ片思いの分ですよねうん,うん。そうだよねうん。まあいいやいじゃあナンピンさんの置いといて、うん、早見編はどうですかこれ伝わりますかね 早見編、好きだけど、うん、友達だから言わないよ、どうですか、俳句として。早見、友達と思ってんだ、<laughs> <laughs> の前に、ね、の前に。前にそうですよ、ちゃんと本当にもう、早見はいつも AKB ファンさんには、本当にお世話になってるんです、本当に大好きなんです、できればもう、結婚したいぐらいって言ってましたか、ね <laughs> <す> <laughs> デイジアスさー。ーーいないからってや、<laughs> 本当に。<laughs> 当にデイジアスさー。<laughs> はい、石垣からも来てます。<お>ありがとうございます。ますキミチン、<laughs> ラジオネームキミチンさんから。はい こんにちは、ナオピンさん。うん、相変わらず、お綺麗だなと、動画配信からお邪魔しておりますよ。あ、いや、もう飲んでるね。<laughs> <laughs> して、まだまだしもネタトーク、足りないんじゃない、ね、か。笑。ね、はいえー。欲求不満になる前に、早くさらけ出して楽になった方がいいのによ。<laughs> ね、私のカラオケでのエピソードは、はい、一人カラオケで酒を飲み、<laughs> 泣きながら、HY を歌うことです笑らい。 すごいね、君、ちんどうした <laughs> 本当に来たときには連絡して、うん、<laughs> <laughs> 思う相手を思い浮かべながらいは、はい、落ちるところまで自分を落とすと <laughs> デイジストレス発作になるわけよあでもこれ、ちょっと分かるな本当すごいねこれ、女性だからじゃないですか、えーうん、だからもう、なんだろう浸るんでしょ <laughs> 自分の世間に浸って私が主人公になるのよそうそうそう。 主人公になるの。そうやって、なんかね、妄想して、大好きな人のことを考えながら、なぎて。いや、彼には奥さんがいるから、とか言っててダメでしょ。ナピーさんもそんなことあるんですか夢ではあったね。違う違う違う。何そっちのやばい系なんですじゃなくて、何あの、浸ること。あるよ。だから、あるよ、あるよ。 トトイイレレ入ってる時も <laughs> トイ<レ>は結構だから一人でカラオケ行く時にもそうですあ一人でカラオケは行かないなあ,いないあんまりな一回はあるけどね <laughs> <laughs> 一回はあるなあ <laughs> 一回はあるなライ、はい、バルのどっか行ったなあ面白いな, <laughs>、うん、なんでこんな意外な なんでだったかな、分からんけど、行っちゃったのよ。ナビさん、1人で行かなしそうだけど、行っちゃった,んだ行ったのよ、楽しかかったですかいや、もうその時は何、なんだったかな、うんとね、録音ができる部屋を選んで。<laughs> 何をしたかったのかよくわからないけど行きますねんか仕事かなんかのだったはずなん,なんか曲を映してきてくれって言われたと思う多分それで一人出たと思うそっか直樹、はい、さんも実はセンチメンタルになって一人カラオケしたことないですかっていうことで来てますけどもね本当に一回だけあるんですよ、まあ、あれはしセンチメンタルになる感じではなかったけどもねでもね、うん、でもセンチメンタルになって例えば一人でバー行ったりとかっていうのはあるんですかありますありますよ <laughs> 泣いたりする いだから、うん、あのー、だから泣きたくなったら、うん、もう帰って帰り道で泣く、うん、でその歩いた道はもう洪水さ <laughs> 分からんけど <laughs> 洪水で大体ギノは二丁目はもう大変なことになるわけさ。<laughs> <laughs> そうそうそうありましたよよ HY いいよね,、うん、ね私もさ「NAO」Now、っていう曲を自分の曲だと思って <laughs> 海外に行く時にずっと沖縄から大体1人で海外行くのでなんだろう昇進旅行 <laughs> <laughs> 勝手にだから妄想して昇進旅行にするわけよ。でそこで HY の,の「n をあをリピートしてうん、うん、ちょっと。 泣,き泣けたりとか <laughs> なんで絞り出して泣いてみたりとか <laughs> 別にそんな出来事はないんでしょう <laughs> ないけど妄想でよ妄想ですごいなおいしい、ね、暇なのに <laughs> <laughs> 遊びよ大変さも <laughs> えー、これからもきこれからもっていうさ、えー、銀,銀髪の貴公子からも来てるよ来 <laughs> てるねきてるねはいマッチョウ誕 <laughs> 私は自分からカラオケは誘わないのですが、うん、理由は あまりにもオンチだからですそうなんだ私が歌うと大爆笑されるので、うん、それ以来誘われたら行きますが <laughs> 自分から誘わなくなりました18番も一応ありますよあ,あるんだこっちなのに18番は、はい、ポルノグラフィティのアゲハチョウです <laughs> それでは歌っていただきましょう 銀髪の貴公子さんによりますアげはちです、どうぞ <laughs> <で>向こうで歌ってるんじゃないかなと思って,ってああ、い,いろいろエピソードもあるみたいなんですけど、は <laughs> はい音痴の人はどうするんですかね、うん、カラオケではではも、最近なかなか相当、ね、音痴って聞いたことないわけちょっとまあ,あの、ああっていうのもあったりするんだけど。うんうん 相当ずれなんか、にゃー,はーにゃーにゃーみたいな、なんか全然も音がずれてるっていう、いないんだよね。うん、いないですよねだから、ある意味、もしそういう人がいたら、うん、盛り上げてくれるんじゃないのああ<ー>、おもしろくて、本人は傷つくかもしれないけども、盛り上げ役としてい,い,と思いますそうですよね、いいですよね。はい こっちも来てるよ AKB ファンさんから山内さんなおピン改めましてテーマカラオケのエピソードリアル暴露しますあれは高校の時です女の子友達2人と俺だけでカラオケボックスへカラオケ歌っている時に部屋をわざと暗くしてあやるねこれねやるやるやるねもう1人の女の子がめっちゃ可愛かったんすよ もう一人の子がトイレ行ってくるねって言った瞬間、俺はムラムラしてたから、うん、その可愛い子を襲ってしまいました。キス、胸もみまくり、ピーよ、はぁ <laughs> 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 いじっちゃったわ。<laughs> 戻ってきた瞬間、パッパッとやめた以上。<laughs> やっぱそんなんあるんで、俺も男やからムラムラするで。 早見に聞かれてませんようにっていうことだ。<laughs> 早見はそんなあなたが好きと。<laughs> <laughs> <laughs> え、やっぱりあるんだ。男子ってあれだね。だ猿だね。<laughs> いやいやいやないと思うけどな。<laughs> そこまであるかな。でももうそうじゃないの A.K.B. ファンさん。<laughs> 願望、ね、願望じゃないですか。うん。たださあのほらお,おじさんたちと歌うときはまたあれだよね。あの。 なんかわざわざ腰を添えたりとかさ立って歌ったりとかうんさんが私とだから大先輩おじさんやが歌うときには立たされてテイゴは腰に回されてなんていうのチーク風じねチークというかデュエットっていうんですはい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 デュエットもねよく歌わされましたけどもねそれはやっぱり嫌なんですか別にいいんんだけどなか ほら視線がもうこの人は完璧に覚えてるわけよ歌詞をおじさんはね、はい、おじさんは大体覚えてるの <laughs> 昔ハチトラックだったから <laughs> ねそうなんだそう、うん、あのペーパーで見てたからあのなんていうの歌詞もそうなんだそうそうそうハチトラックからないか,よかあったのようんナオピのうちにまだある <laughs> だから歌詞覚えたりするから、はい、その 私は画面見てるで彼はもう覚えてるから私の顔見ながらなんか歌手っぽく歌いたいのよああ見つめ合ってはいはいはいちょっとうざいそう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 いうのはね若い頃ありましたけどもねはいはいいやいっぱいあるねこれはなんだあと一個来てますねなんて CRZ おお CRZ さん初めて初めてかなはいお初 なおぴんさん、山内さん、看板んんみ女の子と二人でカラオケ行っても一切いやらしい雰囲気にならない、うん、ラジオネームです私のカラオケでのエピソードは、うん、好きな女の子を口説いてカラオケに行ったのですが、私が音痴すぎ,音痴すぎて振られてしまいました、以上です。えー、それでではまたねとということであー そっかオンチすぎて振られるってことありますかねうどうですかいや誘った割にはアがっていうのは時々あるよねえそれはもうちょっと厳密いや別にあちょっとマイナス点にはなるけどもやっぱりうまかったらうまかったらやっぱりプラスだよねそうそうそうでもそこまで嫌いになるかとか振るかって言ったらどうですかそは別にあオンチとは関係ないと思いますけどね,ね他のところで多分この人振られてませんかそうよねね<え>、うん どううだろかあの僕の友達でカラオケとっても上手な女の子がいて普通なんですよ、もう全然キャラも普通だし全然目立たないんだけどたまたま友達同士でカラオケ行ったらうまくて松田聖子の大体だっけはははいいいもでしょそれで惚れました、上手すぎて。 そういうのあるかもだからプラスはプラスはね、うん、歌を聞いてまあそんなに意識してなかったけどもこの曲がもしかして俺に歌ってるんじゃないかとか勝手に思って大手って言われてるし <laughs> 俺みた勝手に思いますよ <laughs> ね<え>、うん、だから危険ですよナウピイさん勝手に思うから。うん だからやっぱりこの人が歌う曲で今こういう状況なのかなとかやっぱり振られた曲とか例えば明るい曲であったりとかあの未来に向かって歩いていこう共に歩いていこうみたいなこいつ彼氏ができてうまくいってるのかなとかそういう状況がカラオケで見えたりするよね。しますすねあらそうなんですよ あと2分しかないです。やばいやばい。あのコーナー行きましょうね。<laughs> はい、行くよ。わかりました。やばいやばい。あっという間でした。はい、続いてはこのコーナーです。こ、すみません。ね、この店あの店店店コーナーでございます。パクってます。店店はい。今日はですね、宜野湾市大蛇にあります。うん これ山内さんのおすすめのお店というかそうです結構山内さん行かれるみたいですねナヴ、はい、初めて聞きましたけどテイス、えー、バーテイスティングクラブ、うん、ここはすごいなんか写真で見るとウイスキーとかが豊富に置いてるんだよねそう,そ,うそ,うそうなんですよ結構ウイスキーの種類はありますねでそこで美味、まあ、しいお酒を、まあ、めったに飲めないウイスキーであったりとかあるんでそう,そう,そう飲めます飲めます 世界中のがあるので割とおすすめですね。酒飲みは好きだと思いますねシングルモルトとかもさ結構私好きなのでそうそうそうありますよ。で葉巻が吸えるのでだからそういうねいいね男子には男性にはいいね男性にはいいんですよこのシガーが吸えるそうそうそうねたば吸えない人でもシガーはいけたりするんでしょあれ肺に入れないからね。 まあね、うん、いいよね。でそれに合ったまた飲み物も出してくれたりもするんですよ。酒、うん、もかなかなかのうん、うん、あ,あいいじゃない。なかなかのおすすめです。でち,ちなみにつまみつまみは隣から隣から <laughs> もうその辺近くに結構あのお食事所とか。 ヒジャイアがあるんでヒジャの刺身とかもあるしあとはねチーズとか隣はまたバーマーのねそこからもピザと取り寄せられるということで聞いてますのですごい寛大なバーテイスティングクラブだなと思いますけどそうなんですよぜひぜひ宜野湾市大蛇の五5丁目 2−18105 ということなんですけどもちょっと中通りになるのかな大蛇の横丁のあれですね大蛇ゃ小学校の裏門 近くあるんですねホームページではなくてネットでも調べられますのでぜひチェックしてみてください、月曜日から木曜日は8時から0時、金曜日、土曜日は8時から3時まで、27時って書いてあるから、分からなくなる、そうそう、午前3時までやってるということですので、あやばい、終わり、もう終わりわ すみません俺とあれだとあれだね尺がわからないね終わったそうなんだごめんごめんすみませんああ、面白かったでも終わってしまった <laughs> <laughs> ごめんねエビバディみなさんありがとうございましたは